なるほどな。魔女じゃなく、ベアトリーチェという名の愛人が島に存在していたわけか。つまり、人間は18人以上いる。ということは、18人全員に不可能だから、魔法犯罪である。という図式は崩せるわけだ。これは大きい情報だぜ。失礼いたします、マトラ様。紅茶とクッキーはいかがですか？いらねえよ。俺は今取り込み中なんだ。放っておいてくれ。おやおや、それはそれは美味しく焼けたクッキーなのに、とても残念です。人間ごときにはもったいないくらいに素敵に焼き上がった。それはそれは素敵なクッキーなのに。気が向いたら食ってやるぜ。その辺に置いてとっとと寄せな。さようでございますか。それではそのようにいたしますね。冷めてからお召し上がりになって、焼きたてを召し上がらなかったことを存分に後悔なされると良いでしょう。いちいちうるさいやつだな。まあ、耳元で気色悪くケラケラ笑うベアトのやつよりゃ数段マシだがよ。いえいえ、まっとく。お嬢様の笑い声は時折実に品があります。それを聞くたびに、なぜ私ほどの高貴な悪魔があのようなものを主にしなければならないのか、理解に苦しむのでございますよ。変なやつだな。そんなに嫌なら使えなきゃいいだろうが。それでもなおお使いするのが家具の喜びなのでございますよ。それでなくては家具は務まりません。それはさておき、ゲームの方はいかがでございますか。先ほど良い情報を見つけたようなことを言われ、お喜びになられていたようですが、はてさて、どのような朝知恵が思いついたようなお方。19人目の存在に自信を深めたからでございましょう。よろしければぜひご講説をお聞かせ願いますか。ああいいぜ。どうせベアトの前で改めて言うしな。隠す必要もないさ。いいか、この島に隠し屋敷があって愛人を住まわせていたらしいんだ。となりゃ俺を苦しめてきた18人なのか19人なのかって疑問は簡単に決着する。マトラ様は魔女を否定するくせに、18人の中にも犯人を求められないダブルスタンダードの袋小路に自らを追い込まれました。魔女を否定する最も簡単な方法は18人の誰かを疑うことだ。18人全員のアリバイはそう簡単には揃わない。常に一人くらいはアリバイの脆い人間が生まれる。俺はそいつを生贄にすることで常に魔女を否定し続けることもできるだろう。しかしそれは断固拒否する。ああダメだぜ、全然ダメだ。18人はみんな俺にとって親たちや親戚たちやいとこたち、そして真面目だったり面白かったりする頼もしい使用人の人たちだ。俺はその人たちの誰を生贄にすることも許せない。かつて俺はその決意があやふやだった。だからその心の弱さをベアトに疲れたんだ。自らの弱点を認め理解する、なかなかできることではありません。バトラ様は19人目が存在する説を槍にする。槍というよりは盾でしょうかな。いずれにせよ
これまでのゲームでの無策と違い、戦い方に指針を持たれるのは劇的飛躍と申せましょう。これでバトラ様は敬愛する18人を疑わずに存分に19人目を疑い、人間犯人説を追求できるわけでございます。そういうことさ。最初のゲームのカノン君が殺されたボイラー室とか、他にも他にも。8人の誰にも無理だから、イコール犯人は魔女という図式だけは否定することができるわけさ。ふむふむ、とても良い一手だと思いますよ。私だったらどう切り返しましょうか。たとえバトラ様が理解されたとしても、未だに弱点は健在。18人攻めは有効な手でしょうね。バトラ様の守りがどの程度か確かめる意味でも、改めてそこを突くのも面白いかもしれません。ならどう来る？悪魔の執事。バトラ様が刺された19人目の駒を迎え撃つのが妥当でございましょう。バトラ様は19人目にお会いしておりませんね。19人目が存在する証拠をお願いできますかね。アメーゼ。もちろん。その指し手で来るだろうことは読んでいる。それはそれは。受け手をお願いいたします。魔女だの悪魔だの、お前らにこれほどふさわしい言ってはないぜ。それがこいつ、悪魔の証明さ。Thank you.
屁理屈まみれの暴論だとは思うぜ。相手が人間だったなら寝言を言うなと怒鳴られるところだろうよ。だが俺の相手は魔女だ。そして俺たちがやってるのはそういう勝負なんだろう。どんな暴論であろうとも人間で説明をつけ魔女を否定する。とにかくこの一手で俺は二度と親しい18人のみんなを疑わなくて済む。俺は二度と前回の失敗は繰り返さない。なるほど、前回の失敗を学ばれているのですね。良いことですよ。さすがに三度もゲームを重ねると容量が良くなるものです。まずは自陣の守りを固める。実に堅実な処方です。なかなかの妙手と思いますよ。まあ19人目の人物を仮定したとしても、マスターキーの本数などのように何人人間を増やしてもクリアできないトリックも残ってる。しかしとりあえずの初手としては悪くないはずだ。マトラ様の切り札、19人目の人物という大駒、証拠はあるのかとの私の一手に、マトラ様は悪魔の証明で反撃。良い攻防です。お嬢様のおられないところで勝手に手を進めてしまうのは申し訳ないのですが、私も少し面白くなってきてしまったところです。お嬢様に代わりさらに一手進めさせていただきましょうか。来いよ。魔女だろうと悪魔だろうと相手に不足はねえ。バトラ様の刺された一手、悪魔の証明、これは私ども悪魔のお箱でございますが、他にも私どもにはいくつもの手がございます。ヘンペルのカラスという一手はご存知ですかな。ヘンペルのカラス、何の話だ。これはこれはお嬢様、おはようございます。
わらわのいないところで何やら面白そうなことをしていると思えば、ヘンペルのカラス、なんとも笑える懐かしいって。よもやバトラに披露する日が来ようとはな。それは悪魔の証明に並ぶ古典的一手だ、ロノウェイ。それはわらわが指す一手ぞ。わらわの楽しみを減らしてくれるな。出やがったな、ゲラゲラ魔女め。相変わらず下品に笑いやがって。こいつもお前のこと、笑い方に品がねえって陰口言ってたぜ。まあ、それは心外ない。本当か？めっそうもない。心より尊敬申し上げているお嬢様に、この私めがどうしてそのような陰口を申せましょうか。よくもシャーシャーと言えるもんだな。お前とは仲良くなれそうにないぜ。まあよい、話を戻そう。ヘンペルのカラスは実証を待遇的に行ってみせる。つまりこういう手だ。カラスが黒いことを証明するにはどうすればいい？は？何の話だ？カラスが黒いことを証明って、カラスを捕まえてきて色が黒いことを確認すりゃいいだけの話だ。その通り、カラスイコール黒いを証明すればいい。ということは、黒くない鳥イコールカラスではないを証明しても同じ論法になるのがわかるかな。世界中のカラスでない鳥をすべて調べ、それらが黒くないことを証明すれば、それは結果的に、故に黒い鳥はカラスである、となるわけだ。これを待遇論法という。そなたには難しいか？ああ、まったく。何言ってやがるのかさっぱりだ。バトラ様、こういう例え話はいかがでしょう。二つの箱があり、片方は当たりで、クッキーが入っているといたします。もちろん、もう片方は、外れで空っぽです。そりゃ当然だろう。もし選んだ方が外れだったなら、もう片方は自動的に当たりってことになる。つまり箱を適当に選び、当たりを引こうと外れを引こうと、最初の一手でどっちの箱にクッキーが入っているか特定できるわけだ。その通り。開けた箱にクッキーが入っていたなら、悪魔の証明を満たす。この箱は当たりイコール、この箱にはクッキーが入っている。をまさに実証できるわけだ。しかし、開けた箱が空っぽだったなら、この時は逆に、ヘンペルのカラスを満たす。この箱にクッキーが入っていない。イコール、この箱は当たりではない。となるのだから。そしてそれは、箱が二つしかないことを前提としている限り、もう片方の箱が、自動的に当たりであることを待遇的に示している。まあ、なんとなく理屈は分かったぜ。毒を制するには毒、屁理屈には屁理屈ってわけだ。それで俺の島には19人目の人間が隠れているに違いないから、18人全員にアリバイがあってもそれは魔女を認めることにはならないを、どう切り返してくれるってんだ？よかろう。わらわの手は教えよう。まず、そなた。18人の中に犯人はいない。イコール。ならば犯人は19人目。としている。ならば待遇としてこうなるわけだ。つまり、犯人は19人目ではない。